大物。よしよし。では。水平線に日が沈み、水面に星明かりが映り始めた頃、凱旋者は浅瀬の地へとたどり着く。底の見えない黒い海に潜む者たちは虎視眈々と獲物を狙っているようだ。しかし凱旋者に守られた一行は、凪いだ水面を眺めながら船旅の疲れを癒すことにする。すぐに行こう。